鳥の声がしてきた。家獣たちも起きて、寝坊したものだ。早くお車の用意をせい。そんな命令も下していた。女の家へ、肩たがえにおいでになった場合とは違いますよ。早くお帰りになる必要は少しもないじゃありませんか。と言っているのは、キイノカミであった。源氏は、もうまたこんな機会が作り出せそうでないことと、今後どうして文通をすればよいか、どうもそれが不可能らしいことで、胸を痛くしていた。女を生かせようとしても、また引きとどめる源氏であった。どうしてあなたと通信をしたらいいでしょう。あくまで冷淡なあなたへの恨みも恋も一通りでない私が、今夜のことだけをいつまでも泣いて思っていなければならないのですか。泣いている源氏が非常に縁に見えた。何度も鳥が鳴いた。つれなさを、恨みも果てぬ、しのの目に、取り合えぬまで、驚かすらん。慌ただしい心持ちで、源氏はこうささやいた。女は、己を顧みると、不似合いという晴れがましさを感じずにはいられない。源氏からどんなに熱情的に思われても、これを嬉しいこととすることができないのである。それに自分としては、愛情の持てない夫のいる伊予の国が思われて、こんな夢を見てはいないだろうかと考えると恐ろしかった。身のうさを、嘆くに赤で明くる夜は、取り重ねても寝ぞ泣かれけると言った。ずんずん明るくなっていく。女はからかみのところへまで送っていった。奥の方の人も、こちらの縁の方の人も、起き出してきたんでざわついた。からかみを閉めて元の席へ帰っていく源氏は、人へのからかみが越えがたい隔ての席のように思われた。脳死などを着て姿を整えた源氏が縁側の高欄に寄りかかっているのが、隣室の縁低いついたての上の方から見えるのを覗いて、源氏の美の放つ光が身の中へ染み通るように思っている女房もあった。残月のある頃で、落ち着いた空の明かりが物を爽やかに照らしていた。変わった面白い夏のあけぼのである。誰も知らぬ物思いを心に抱いた源氏であるから、主観的にひどく身にしむ夜明けの風景だと思った。ことづて一つする便宜がないではないかと思って顧みがちに去った。家へ帰ってからも、源氏はすぐに眠ることができなかった。再会の至難である悲しみだけを自分はしているが、自由な男でない人妻のあの人は、このほかにもいろいろな反問があるはずだ、と思いやっていた。優れた女ではないが、感じの良さを、十分に備えた中の品だ。
だから多くの経験を持った男の言うことには、敬服される点があると、品定めの夜の話を思い出していた。